どいつもこいつもふぬけになっちまいやがって、情けねえってあれしねえ。まったくだ。たとえ船やちっぽけでも人に使われねえで一匹狼のこの貨物運送業にみんな誇りを持っていたはずだ。それなのによ、でかいところの脅しが怖くて仕事を捨てられるかよ。なんだ。おやじさん、何新入りだ。ええ、若い娘が二人、しかも荷物を運び出してんだよ。なんか陰気臭いとこね。文句言わないの、これも仕事のうちよ。似合うわよ、ケイ。いっそのことこのまま鞍替えしちゃったら。あんたこそ足の太さからしてこの職業には適性ぴったし。あんた言った？聞こえなきゃいいの。おい、お、お前さんたち仕事に出るつもりかい。見ればわかるでしょ。ニューフェイスなの。よろしくね。何にも知らねえで来たんだよ、この子たち。出なきゃな。母さん、ちょろちょろしてると怪我するよ。悪いことは言わねえ。出るのやめなって。船さえ持ち込めば元でいらずでいい金になるって聞いたからね。それ一月前までの話。今ここで働くやつがどうなってるか知ってんのか。何人かあの世へ行っちゃったんだってね。死者6人、行方不明4人。違った？それを知ってて、あー、やめときなって。みすみす死にに行くことはねえ。仕事なら他にいくらでもあるだろうが。そうだよ、あんたたちみたいに綺麗でピチピチした娘なら。あんたかなりいい目してるわね。それにとても正直。そんな悪いけどそれとって。あいよ。俺たちは今立ち退きを言い渡されてんだ。その通告を受け取ったのが1ヶ月前ってわけ。突然の話だったんで調べてみたら、ここの持ち主が俺たちに一言もなく権利を売り渡してたってわけさ。買い取ったのはこの業界の大手ユニバーサルカンパニーってとこだ。ユニバーサルカンパニー。一言もなくってのはひどいわね。みんな冗談じゃねえってんでここに居座って仕事を続けてんだ。その結果があの世行きか。犯人ははっきりしてんだ。だから警察にも訴えたさ。ところが警察は点で当てにならない。そう、被害者は増えるばかり。やつらグルになってるとしか思えねえ。そこで 3WA に直訴したんだ。なのに未だに。やめろマッシュ。親父さん、役人なんてみんな同じで、でっかいところの味方なんで。だったらなおさらのこと、ここで引っ込んだらあんたたちの言うでっかいところの思うままじゃない。面白いじゃないの、そういうところとぶつかってみるのも。パンオケ屋に鞍替えするか。確実に儲かるぜ。マッシュ、わしも仕事に出る。親父さん、あんな娘っ子でさえユニバーサルカンパニーを向こうに回そうってんだ。大の男がこのままでいられるかってんだ。親父さん、よし、みんな行くぞ。あ、みんな行くぞ。親父さん。ユニバーサルカンパニーがなんで個人業者の使ってるステーションを手に入れたと思う？ふん、私の睨んだところでは密輸。まずこれね。あら、ケイもそう思った。バワーヌのステーションといえば5つの星から貨物が集められるところだもんね。密輸の邪魔になるのは一本気な個人業者。殺人の動機もすんなり噂通りってことになりそうね。どこまで行くんだ。おじさん、ジェイドって呼んでくれ。ほらマッシャついてきたの。行き先はダルドのステーションよ。ダルド？そこはユニバーサルカンパニーの本社があるとこじゃねえか。
だって荷物が一番溜まってんですもの。お前さんたちと来たらどこまで命知らずだって。こちらどこへ。マリーナだ。途中まで一緒だな。旅は道連れ、仲良く行きましょう。本当の目的は何なんだ。お金が欲しいの。おじさんくれる。金だけとは思えねえな。そんなこと言ったってね。お金大好き。ま、言いたくなきゃいいさ。誰にだって秘密の一つや二つあるもんよ。おやじさん、おいでなすったね。くそ。ジェイド、大丈夫？エンジンをやられた。うちらの船に移って、船外服はあるんでしょ。すまねえ。麦、こっちはお願い。派手に行くわよ。オッケー。ほら来た。はずれ。視力が落ちたんじゃない？落としかしら。うっそ、あんたやってごらん。はいはい。いただき。さすが視力は確かですこと。あんなちっちゃいのにご命中。うっさいわね。すげえ。こいつはただもんじゃねえぞ、あの二人。いかがんピューリ、あれだけ撃てば当たるわよ。これはこれは社長さん。何？やられた？それで、そいつら何者で？わかった。あとは我々に任せてくれ。大丈夫よ、噛みつきゃしないからさ。しかし、やるもんだな。ほんと、驚いたぜ。死にたくないからね、自分の身は自分で守らなきゃ。またさっきの話に戻るがな、誰しも秘密の一つや二つあると言ったが、ん？もう15年も前になるかな、わしはバワーヌで人を一人殺しちまったんだ。人殺しを？喧嘩だよ。見ていた連中はみんな正当防衛だと言ってくれたが、殺しは殺しだ。うろたえてこのステーションに逃げ込んだ。そしたらどういうわけか15年が経っちまった。なんでそんな話をうちらに。他人みてえな気がしねえからだ。あんたらがわしらと会う前に何をやらかしてきたのか知らねえがな。お？安心しな、誰も警察に密告したりしねえよ。親父さんは今でも仕送りしてんだ。仕送り？死なせた相手の家族にね。この15年、架空の名義でずっと。15年、ずっと足長おじさんしてるってわけ。それに。まあいい、マッシュ。それに、何？あと半日、正確には11時間で時効が成立すんだぜ。こちら、警察パトロール隊。密輸の容疑で、船内の貨物をチェックする。密輸？あんたらまさか。ナルトステーションまで同行願います。いいわ、ちょうどうちらもそこへ行くところだもん。心配しないで、私たち密輸なんてやってないわ。麦と一緒に倉庫に隠れてて、あとはうちらでうまくやるわ。すまねえ。全員だな、歩け。
マッシュが言った通り、海賊狩りに熱心でない割にはタイミング良すぎるわね。ユニバーサルカンパニーとの関係、ますます臭い。どれにする？どれでもいい。大丈夫かな。逃げることなら15年のベテランでしょ。心配ないわよ。パラリウムの輸出入には特別の許可がいるはずだが、これには刻印がないな。知らないわよこんなの。言い訳は本書でゆっくり聞かせてもらおう。おい、知らねえよ。本当なんだ。俺は何も知らねえ。本当だってば。まずい、何とかしなきゃ。おとなしくしてろ。おい、出してくれ、出してくれよ。ねえねえ、あんた船を降りた時なんか見て驚いてたわね。ユニバーサルカンパニーの社長の船が入ってたからだよ。それ間違いない？間違えるもんか。俺たちの仕事を横取りしようとしてるやつの船だぜ。だとするとこれではっきりしてきたわね。面白くなってきたじゃない。面白い？俺たち消されるかもしれねえんだ。消しゴムで消すみたいにはないで。そう簡単には消されないわよ。本当に三井はやってないんだな。まだ疑ってんの？それが本当なら俺たちは罠にはめられたんだ。例の船に乗っていた3人を連行していきました。そうか、いかがいたします？始末しろ。署内でですか？あくまでも行方不明ということでな。わかりました。調べをする。出ろ。あ、おっと、所長には決してご迷惑はかけませんよ。そうしてもらわんとな。しかしルートを確保するとそんなに儲けがあるのかね。厄介なのはあそこを根城にして働く連中で。金では動かんのか？ええ、社員にして生活を保障してやると言ってもなかなか。しかし仕事に出るのが危険と分かった以上、辞めていくのは時間の問題だろうが。それがそうはいかんのですよ。へそ曲がりの連中ばかりで。うん、入る時には許可を得てからにしよう。多いのよね、へそ曲がりの連中って。なんだお前たちは。聞きたい？3WA のトラコンよ。トラコン？取り調べはこっちがさせてもらうわ。調べるって何をだ？いっぱいあるわよ。殺人罪、贈収賄、密輸、お宅の可愛い部下が全部喋ってくれたのよ。すべて所長の命令でやったって。貴様ら。おだり！世間には犯した罪を一生かけて償おうとしてる人間だっているのよ。あんたら最悪よ。警察官が悪事のし放題だなんて許せない。待て、ドラゴン、あの子たちが。知る気じゃないでしょ。待て！
こせ。そんな危険な。お嬢際の悪い人たちね。逃がしゃしないよ。待て。撃て、撃つんだ。殺せ殺せ、絶対に逃がすな。やだ、エネルギーが。こっちも最悪。ああ、降参するって言っても許してくれないかしら。当たり前でしょ。みんな、遠慮はいらねえ。思いっきり行け。ワーワーワーバカな。こんな腐ったゴミ箱は徹底的にお掃除しちゃいましょう。お掃除大好き。だったら自分の部屋もお掃除したら。暇がないんだから仕方ないでしょ。いいぞ、やれやれ。うっさい奴らね。まさに組織ぐるみ。いい？ OK。 えパチンコを開けてくれ、頼む。外に出られると思ってるのか。出ても貨物船の奴らでいっぱいだぞ。殺せ、生かして返すな。自分だけ古い町長。甘いのよ。バイバイ。おーい。おお、無事だったか。おやじさん、逃げろ。姉ちゃんたちは。何言ってんだよ。あの子たちは 3WA のトラコンだってよ。 3WA のトラコン。そいつは大変だ。逃げろよ、おやじ。ここで捕まっちゃ何にもなんねえ。あの子たちが。あなたたち応援団のおかげで所長も社長も逃げ場も失ったようね。お礼言わなくちゃ。頼む、見逃してやってくれ。おやじさん。おやじさん。変な握手の仕方ね。ねえユリ、時効ってバワーヌの標準時で決めるんでしょ。そう、バワーヌの標準時と銀河標準時とじゃ15年で10時間ぐらいずれちゃうのよ。ということはもう時効成立なのよね。あの船貸してあげるわ。あとで 3WA に返しといて。じゃあね、バイバイ。よかったな、おやじさん。ふざけやがって。え？屋外じゃ時効は停止するんだ。それじゃあ。すまねえ、姉ちゃんたち。わーい、終わった終わった。よかったわね、ジェイド。時効前だったら逮捕しなくちゃならなかったもんね。一応そういうこと。これで彼らも安心して働けるわ。何よ、ウニうるさいわね。ちょっと。
52条4項の B 時効の停止より、もしかしてバワーヌの事故ってのは国外に出ちゃうとストップするんだ。だったらまだ事故前じゃない。事故って言ったのはあんたでしょ。ずれてるって言ったのはあんたじゃない。人のせいにするの。私は標準値のズレを正しく計算しただけよ。だから私は事故って言っちゃったんじゃない。ホリソン値ドジ。だったら今から戻る。ダメよ、ジェイドを見つける前に本当の事故になっちゃうもん。歯抜け。